に来ていただき、来るとね、イトーヨーカドーという立派なスーパー、大手スーパーさんがあるじゃないですか。そうするとですね、A4 の一族、ファンの方一族って呼んでるんですけど、でね、一族を、当然ほら、ファンを増やしに路上ライブとかに行くわけじゃない。それは私はっていうか A4 リオリアルは一族繁栄の旅とか一族繁栄とか行ってるんですけど、ね、ここ来たらですね、いつもファンの方がですね、お米くださるんですよ。ということで、今日も5キロの、ね、お米をね、いただきました。そう、むせまいて洗わなくて済むね。前来た時はなんかじゃがいもとね、玉ねぎ箱でもらったんですよ。で、今日水戸から来てくださった方がいまして、納豆せんべいいただきましたのでね、これでご飯が食べれると思います、私。で、これをね、2つもらったのを忘れて、出番前に私さっきね、ファミリーマート行って納豆巻き食べてました。ね、ということで今日のね、夕飯はこれにしよう。ということで、ですね、すごく残念なんですけども、今日はあと1曲歌ったらね、ああ終わりだなーなんていうお時間となってしまいます。でもね、今日が終わっても、ライブは終わりじゃないです。そしてね、奈緒ちゃんも生きてますから、ぜひどこかで皆さんまた会いに来ていただけたらすごく嬉しいなと思います。